大画面、見やすいけれど大きすぎ、片手で操作できずに困る。57577の31文字でデジタルに関する短歌を読むデジタル教室短歌部です。最近のスマホは画面が大きくなっています。動画を見たり、書類や電子書籍を読むときに、画面が大きいのは嬉しいことなんですけれども、画面の端から端までの距離が大きくなってしまいますので、片手で操作しにくいと感じるでしょう。片手でスマホを持って操作できればスマートなんですけれども、それでは手が滑ってスマホを落下させることがあるかもしれません。だからこそ、片手で操作しやすいランチャーアプリ、スイフトリースイッチが役立つんです。基本的な機能などを簡単に呼び出せるようになりますので、ちょっとしたことを片手で手早く操作できるようになります。もちろん、基本的な機能以外にも、頻繁に使用するアプリなどを登録しておけば、効率的にアプリを切り替えて使用することができますので、スマホをさらに活用できるようになりますよ。今回の短歌は画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。またデジタル教室ではアプリやパソコンの使い方などの情報をウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室短歌部でした。